皆さんこんにちは。今回は35層ダンジョンの周回ルート動画ということで、35層ダンジョンを周回する際の周回経路みたいなのをちょっと説明しようかと思います。まあ、ここで言うダンジョンっていうのは迷宮区のことではないので、ちょっと注意が必要ですね、初心者とか復帰勢の方は。でまずは35層ダンジョンに移動するんですけど、メニュー、クエスト、受注クエストで周回っていうところ行くと、まあ、初回クリア済みのサブクエストが表示されるんですけど、まあ、初回クリア済みじゃなかったらこの全てとかサブっていうところで行くんですけど、まあ、もう初回クリア済みっていうことでちょっとやってみます。フォーザファストフィストっていう35層のサブクエストがあるので、まあ、探して、でこれ下移動するってあるので OK 押して移動してみてください。でするとこのフォーザファストフィストのサブクエスト案内人に話しかけた状態になるので、これも受けちゃっていいです。で受けたやつでこれダンジョンを周回するとサブクエストが進行するんで、そのままダンジョン倒したモンスターでこのスティールハーキュリーズビートルっていうのが出るんですけど、それ倒すとサブクエスト進行するので、でまあ助動と奥地ってあるんですけど、まあ奥地がポピュラーなのでちょっと奥地の方から説明しようと思います。まあ、助動も奥地もともに下ルートの方が早いんですよ。下ルートっていうのはこの右上のマップ押すとこのマップ表示されるんですけど、これ上から行く進むルートと下から進むルート、上ルート下ルートっていうのがあるんですけど、圧倒的に下ルートからの方がボスには行くの早いです。まあ、まず下ルートの方がこの走る距離が短いです。で決定的なのはこれ下ルートから行くと、まあ、ここを倒すのがまず確定なんですよ。上ルート下ルート行くにしても、どっちにしてもここ倒すのがもう確定なんですけど、ここ倒したらここのゲートとここのゲートが解放されて、まあ、上か下かに進めるんですけど、上に進むとここ倒した後1回2回3回モブ倒すことになるんですよ。で下ルートから進むとこれ1回2回で進むんですよ。上だと1、2、3回、下から行くと1、2で2回分なので、この回数の差ですごい違いますね。まあ、上ルート行く場合は十分な周回速度の時、例えばその40秒くらいとか、まあ1分、どうだろうね、1分、微妙ですけど、まあとにかく、まあ、40秒くらいで周回できる場合で、で強い人とかそのモブから出るその有料な金属片が欲しいっていう人もいるので、まあそういう場合はまあ1人か2人ぐらい上に行ってもいいんじゃないかみたいな感じですね。でまあこの第1コーナー、ここ序盤なんですけど、ここまあある程度待つと、これ今、まあ、一生懸命さ待ってるだけでさ、これいっぱい一生懸命攻撃しに来てくれてるじゃないですか。めっちゃ集まってくるんですよ。ほらこれ少し待つと結構モブが集まってきてくれるので、まあこれでね倒して、まあなんかこれ一撃食らわすと、まあ、こっち来てくれるっていうのはあるんですけど、モブモンスターの視界に入ってうろちょろしてるとこうやって結構集まってきてくれるんで、あのダンジョンってあの自動でこちらにヘイトが向くようになってるんですよ、ダンジョン内のモブモンスターが。でまあ次ここ進んでって、まあちょっとここ一人だとまあ少し大変なんですけど、ちょっとこれでモブ狩りして、これもちょっとね買って、するとまあこれ第3コーナーに来るんですけど、ここでポイントなのが、まあ例えばこれみんなそのモブ狩り早い時ってそのみんながすぐ狩るから先にこのゲートの前で待ってる人がいるんですよ。するとたまにこのモブってこの自動がこちらにヘイト向くので、ここで待ってると勝手にこのモブがこれついてきたじゃないですか、勝手についてくるので、こうモブ持ってかれるとここであの全体攻撃のソードスキルぶっ放してる人がこれ撃ってる途中でその撃ってるこのソードスキルの範囲の外に逃げてっちゃうんですよ。でこれマジで大変なのでモブを持ってかれないようにしたいです。でここ倒したらまあなんかクリティカル発生率足りてなかったら、これ作詞系のバフを入れてからまあ覚醒入って、でまあ直剣モッドとかこれ残属性が弱点なので入れてっていいと思う。あ、これこの石化のエリア攻撃には注意ですね。まあこうやって倒すと
で、まあ奥地から説明したんですけど、奥地も序道もそんな変わんないです。あの経路的にはまあ似たような感じなので、そんな変わんないです。まあ、これ序道なんですけど、あの倒すモブの数が減ってるだけで、上ルートと下ルートっていうのは変わんないんですよ。まあまずここの序盤のを倒して、で下ルートから行けばここ倒せばもうすぐこれいけるんで、でまあ序道はまあ序道と奥地でそんなドロップ率変わんないみたいなこと言われてるんで、まあお香期間とかにあのソロとかでしかできない人はまあ序道いいんじゃないでしょうか。まあ奥地のがドロップ率少しいいとは言われてるので、まあ奥地できるんだったらそっちのがいいんじゃないかなと思います。でまあここ最初倒したら、まあ上ルートから行けばさっき言ったことと同様、こことここも倒さなきゃいけないので、まあ下ルートから行くと、まあこことここですね、ゲート突破のためのモブじゃなくなってるんで、まあこれ無視していけるっていうのが大きいですね。であとはまあここ倒して、で序道はやっぱボス弱いんで、ボスもモブも弱ければボスも弱いんで、まあ、周回しやすいということで、でまあさっきと同様ちょっと作詞バフかけてからの武器を切り替えて、でまあ覚醒すると、でまあこれもあの直剣元すぐ撃っちゃって、ほらもう1回で一撃で倒せちゃったので、一撃っていうかまあ縦傷入れたんですけど、まあ、結構早いと。まあ、これ説明しながらでも1分32秒で回れたんで、真面目にやれば1分とかもしかしたら1分切れるかもしれないですね。あのちゃんと直剣モッドとか揃ってて、まあスキル編成についてはまた今度ちょっと解説した動画を出そうと思うので、あとはこのボスの攻撃パターンですね。この円形の範囲攻撃、これは別に食らっても状態異常とかになんないし、このフォーカス攻撃食らっても別に状態異常とかにならないんですよ。でこの噛みつきもただこっちの HP が減るだけなんで、でこのこれですね、あの回転攻撃、この横に回転する攻撃が出血食らうのと、この小さなエリア攻撃、小さな円形のエリア攻撃を食らうと石化なんですけど、攻撃を止められて一番困る石化が来るのはこの前方にこの小さな範囲攻撃来るじゃないですか。これ来た時だけ石化なんで、これだけ気をつければいいです。それ以外は別にそんな気にしなくていいんですけど、まあ、とにかくこのボスが小さな範囲のエリア攻撃してくるときはマジで気をつけた方がいいです。石化するとアイテムが使えなくなって、で身動きも取れなくなってくるの でそうなると石化解除するには状態異常を回復する覚醒効果とか使ったりしないといけないし、まあ、覚醒効果使うまでに、まあ、石化解けちゃったりするかもしれないんですけど、まあ、とにかくこの小さな円形範囲の攻撃だけ気をつければ大丈夫です。まあ、大体その周回ルートとそのボスの注意点ですね、その石化攻撃、まあ、説明したんで、まあ、今回はこれで動画を終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。